チャンネル登録よろしくね。こんにちは、第6ボタンです。お願いします。第6ボタン長峰です。はい、今回は、我が家の次男いっちゃんの、療育が必要ですと言われるまでの経緯を、動画にしようと思います。なんでこの動画を作るかっていうと、まあ単純に記録、あとコロナの影響で1年じいじばあばに、どっちのじいじばあばにも会えてません。なのでそのじいじばあばが、まあ、この動画を見ていっちゃんがどういう状態にあるのかっていうのを分かってもらうために作ったりとか、あとはせいちゃんと同じ幼稚園に通う予定なんですけど、そこのママ友たちに今のそのいっちゃんの現状を長く話して伝えるっていうことがなかなかできないので、まあ、こういう動画にして見てもらって理解を深めてもらえたらなと思って作ってます。同じように発達に遅れがあったり発達に不安があるお子さんをお持ちのお父さんお母さんに、まあ、少しでも役立つ情報があるなら嬉しいなと思います。なぜせいちゃんと同じ幼稚園に入れるかという理由なんですが、一つは近い、で徒歩で行ける、で、まあ、せいちゃんが通っているためある程度の園での流れを分かっているので、まあ、兄弟で通わせた方が、まあ、日常生活の中で私の負担が圧倒的に少ないのではないかなという理由で同じ園に通わせたいなと思ってせいちゃんの幼稚園の面談を受けました。11月の上旬に幼稚園の面接に行きました。でその時の面接内容なんですけれども、母子分離で先生たちと踊ったり遊んだりする時間を見ます。でその後に別の面接担当の先生のお部屋に行って、そこで椅子に座って簡単な挨拶と説明を受けて、自分のお名前が言えるか、で何が好きなのかっていうのが言えるかっていう簡単な面談があって、でそこで、うちの幼稚園に関してはその場で即日合格を言い渡されるシステムになっていました。いっちゃんはですね、椅子に座り続けることができませんでした。で待機室にあったおもちゃが忘れられなくて、お名前はという質問にも答えられませんでした。で何が好きという質問にもただグズグズして終わってしまいました。でその後おもちゃもない、お部屋でうろうろと歩き回って、とりあえず座らせてくださいと、面談の先生に言われたんですけれども、しっかりと座ることができず歩き回るという状態でした。でせいちゃんの時はですね、きちんと椅子に座ったままでした。お名前はと聞かれても答えられませんでした。何が好きという言葉にも答えられませんでしたが、別のことをペラペラ喋ってました。でただただ椅子に座り続けていたっていうのを覚えています。でそのせいちゃんの様子を見て、その場で合格証書をすぐにもらうことができました。ただいっちゃんの場合は、何か言葉は喋れますかと聞かれて、ものの名前は言えますと答えると、言わせてくださいと乗り物の書いてある絵本を差し出されました。まだ喃語の部分も多くてですね、私しか聞き取れない状態でした。ただまあグズグズ言いながらも、ちゃんと答えられたなと思っています。でさらにですね、お腹が空いた時はどのように伝えますかとか、言葉は出てますかとか、どうやってコミュニケーションをとってますかと事細かく聞かれました。でそれに対して答えると、やっぱりその幼稚園側では納得ができなかったようで、これで面接は終わりですと、再度、丸日にお越しくださいと言われて、普段でしたら即日合格がもらえているものを即日合格をもらうことができませんでした。
それから再度面接を行ってなんとか合格はもらったんですけれども、その時に幼稚園側から市に問い合わせて発達のことを相談してくださいと言われました。市のホームページを見てもよく分からず、再度同じママ友に連絡をしたらですね、親切に画像付きで問い合わせ先を送ってくれました。でそのママ友に教えてもらった施設に連絡を入れて、その次ですね、12月上旬に施設に相談に行きました。で母子手帳をもとにいろいろ質問されまして、でその間、いっちゃんは別の職員と遊ぶというスタイルで2時間ほど話をしました。でその時に言われたのが、人に興味がなく自分の一人遊びの時間が多い気がしますと言われました。でさらにその3日後、今度は臨床心理士による発達検査を受けました。その時に私といっちゃんは同室の状態でテストを受けました。1ヶ月後に明確な診断結果が出ますけれども、今現状でお伝えすると1歳強の遅れがありますと、伝えられました。でもし、ご家族で話し合いができるのであれば、療育を受けることをお勧めしますと伝えられまして、いくつかの施設をご紹介していただきました。でさらにですね、お正月を挟んだ1月中旬に施設見学と、あと発達検査の詳細を聞きに行きました。でもお正月にも旦那が休みで家にいたので、言葉が随分と出てくるようにはなりました。まあ、この成長速度なら療育に行かなくても大丈夫なのではと思ったんですけれども、やはり発達検査がですね、2歳の知能しかないということで療育を強く勧められました。今は見学に行った療育の施設に願書を出して通園できるのかできないのかという合格発表を待っている段階です。お家での状態なんですけれども、やっぱり幼さが残ります。例えばブランコで遊んでいて、気分よくブランコで遊んでいるんだけれども、じゃあお家帰ろうって言った時に地べたに座り込んだりとか倒れ込んだりとかして泣きじゃくってしまったりとか、そういうことがあります。座って物を食べることができません。パンとか、スープとかお茶とかをずっとフラフラしながら飲んだり食べたりします。で、ことあるごとにテレビを消してできるだけ集中力が散漫にならないように座ってと言って何度も座らせるんですけれども、やっぱりフラフラしながら食べてしまうという状態です。こちら側から促せばその時に応じた言葉が返ってくるという段階で、自分から僕はね、今日ね、何とかしてねとかっていう感じで喋り出すということはほぼありません。バランスが非常に悪い。ものすごく発達してできるところはめっちゃできる、記憶っていう部分ではめっちゃできるんだけど、それを応用して人に伝えたりとか自分の言葉にしてとかっていうことが今できない段階です。それを来年に向けて伸ばしていく、訓練していくというようなことになると思います。はい、というわけでいっちゃんの現状についてでした。少しでもこの動画が参考になったら嬉しいです。また、成長過程とかを皆さんにお伝えできることがあったら、また動画にしてお知らせできたらいいなと思います。というわけで第6ボタンの長峰でした。
バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。次の動画も見てね。バイバイ。